はい、ということで、何くんだっけ俺もそうよ俺も、あ何くんだっけあの、ほら、動画の何くんだっけ、ワイゾーくんに来て、はい、皆さん、今日はね、ワイゾーくんに来てもらってますね。はい、どうも。ワイゾーくん、これ見てください、これ。これね、ツルッツル。ツルッツルですよ、このタイヤ。新品なのにね。新品じゃねえ。違うの、違う。これ違うんです。新品じゃないんです。せよ。もうしばらく、3年ぐらい入ってます。線入ってるほら。線入ってる。新品の線が。あ、ほんとだ。まだ大丈夫。まだ大丈夫じゃない。もうやばいから、この辺とか。ツルッツル、溝なし。溝あるよ、ほら。水の、あるね。そっちはね。そっちはね。うん、あっても意味ないから、ちょっと。これ何これね、今回もね、買おうと思ってたね、これブリヂストンのね、反対なんだけど、ポテンザ S001。うん、そう、これ今回も買おうと思ったんだけど、ちょっとね、今回、僕が買うんじゃないんですよ。僕が買おうかなと思ったらこれ買うんですけど、これかネオバを買うんですけど、うちの女が。女が、そう、うちの嫁が、嫁が金出してくれるっていうから、それやっぱりネオはね、ちょっと高いんで、嫁に買わせる。いや、嫁に高いやつを買わせる。全然嫁に高い方を買わせる。いや、それだってね、違う、これね、嫁に高い方、スポーツタイヤ以外は履けないでしょ、エボだって。やっぱりみんな見て、うわ、あいつコンフォートタイヤ、何エコタイヤつけてるみたいな言い訳の天才。違う、エコタイヤつけてるみたいな思われてもすごい嫌なんで、今言ったら空気抜いて大丈夫。ダメ、閉めて、うん、まあこれが、254の40 18インチ ね、 ね、これをね、まあ、今回はグッドイヤーの S スペック言ってみて言ってみて S スペックNo, ルク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 ル S シュペッチ、ね、これを明日、はい、まあ、今日は金曜日、明日の土曜日、タイヤ屋さんにも頼んでありますんで、はい、これがどうなることか、ね、高いタイヤを女に買わせる違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない、買ってくれるっていう心遣いがあったかな、高いやつを自分では買わない方の高いやつを、違う、僕だったら もうちょっと高いのです、うん、横浜アドバンネオバ買いますよそりゃ、うん、だけど、まあ、今回はねちょっと安めですけど、まあ、そういうこと言っちゃいけないですけど、安めやって彼女さん安めのやつをにしてやるって言ってた彼女は嫁、嫁、うん、嫁それをね、まあ、明日つけるんで、まあ、皆さんこれが明日どうなることか。後ろはね、後ろちょっと見てみる、後ろはね、まあ、ないけど、少しね、やっぱり山少し残ってるんですよ。新品やのに新品じゃないって。違うの。そう。まあ、この BBS のね、ホイールに、その新しいスポーツタイヤが、装着されたら、すっごくかっこよくなるんで。嫁ブスっていうこと。お前ほんとぶっ飛ばされるからお前ほんとぶっ飛ばされるからね B 級のさらに B 級の S ランクB 級の中の S ランク、そう、あれじゃん、劇団一人の嫁じゃねえかよあ、金じゃねえかそれ、大沢たこ大沢たこ、あー、金これを抜いていいのこれ、ダメちょっと、ね、空気も最近ちょっと甘いかな、やるかな、まあ、明日ね新品になりますんで、そしたら乗り心地を、レビューいたしますので、ラジオの後に、そうそうそう、に、まあ、ちょっと試し乗りして、はい、その時は、ワイゾー君も一緒に来てくれます。行かへん。ということで、タイヤ交換前編でした。嘘やろこれ。